おはようございます。大阪着きました。今から車に乗ってライブ場まで行きます。イエイ。台湾ライブ大阪ボーイズラッシュです。大阪ボーイズラッシュです。ヨロプラネットさんとヨクゲイダイジュニスさんとの台湾ライブです。楽しいですね。楽しみです。頑張りましょう。頑張ります。My name is Intro. Intro カッカクです。My name is Asahi. Good morning. I'm Ryo. Good morning. I'm Fu. Yeah. 今からライブ会場に行きます。おお、すごい2個も待ってる。あ、忍耐回し。Let's go ということで。Let's go ということで。言うていっぱい映っといた方がいいよ。ブログ1載ってなかった。1回の。あの水分ない喉に。なんかないそういう時。細かく水飲んでたりしたら。ああ水いっぱい飲んだ方がいいよ、うん、昨日はね、あんま飲まなかったんだけど。ほんと？あ、2リットルの買ってなかったっけ、うん、ああそういうのもありそうだね。見てやれ、どこ突っ込んでるまだ始まったなんやばすぎだろ。めっちゃ白くなっちゃった。それは大阪苦手だ。めっちゃ白くなっちゃった。今のタイミングで突っ込んで、あ、なるほどね。とりあえず突っ込んでみたのか。あ、そういうことか。なるほどね。ダメですよ、ライブ中だからね。俺たちのミッションは。じゃあ今日はあの新幹線で霜降り明星さんのラジオを聞いてきた朝日のラジオを聞いてきてよ。本もうここは進化が試される時ですねやりづら今日一言も喋んねえ MC 多分そういうこと言うと大阪の方が高いビル多い。そんなことない。別に壊しがいが壊しがい壊しがい怖いな。巨人ですか。あ、ゴジラと間違えてた自分の。ゴジラのゴジラ。ゴジラ何とかけたの？ゴジラ。え？もしかしてゴジラ世代じゃない？何なのそれ？何ゴジラ世代？俺ゴジラ世代。俺もツッコミ挑戦してみよう。じゃあ今ツッコミ。ねゴジラか。挑戦してみようって毎回言ってない。言ってる。毎日言ってるよ。言ってる。挑戦したい時期なんで。挑戦したい時期はです。それはもちろん。僕もね。こうやってでも Vlog で日常回してたら結構ね、確かに突っ込んで練習になるか。じゃあ突っ込んでんすよ俺なんか実は。あ、言われた俺こういうの練習になるよってベレ友の人に。へえ。はは、確かにちょっとこれ色が違うね。ちょっと違う。やばいかも。焦ってた。今の余裕を持って。今日も眉毛決めました。次の曲は、Let's go! Hello World! ワンデンのリズムトークです。Hope you guys enjoy it!Smile on you.
もう始まりますよね。あ、オッケー、ありがとう。すいません。これで今年ラストなの。やばいくない？やばいっす。今年ラストなんやばい。今年ラスト。でも、ね、今年ラストだけども、あれだね、落ち着いてやろうぜっていう。あ、そういう感じ。そうそうそう。落ち着いてやろうぜ。俺らの来年の中でも、落ち着いてやる。イエスイエス。飛ばしすぎる。最高のパフォーマンスにしましょう！はい！スイッチ！スイッチ！今年ラスト2021カマスタルゾー2020年、2022年もよろしくな。できてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、今年ね、僕たちちょっと頑張ったことがありまして、はい、TikTok の皆さん知ってるかな、イカゲームダンスっていうものでちょっと僕たちね、バズらせてもらったんですけど、まだ僕たちワードウィンのね、TikTok、SNS 見たことない方は、ぜひ今すぐ調べてね、お願いします。お願いします。ワトゥインのことは嫌いになっても、イカゲームダンスのことは嫌いにならないでください。なんか聞いたことあるな。できればどっちも好きがいいな。できればね。僕たち今年で最後のライブなんですけど、これがだそれをこう大阪っていう、ね、なんかいつも東京でね、ライブやってばっかだったんですけど、まあ、コロナもあってこっち足を伸ばしてライブすることができるっていうのは本当に幸せだなと思って、はい、これはなんか僕らの決意表明でもあるというか、なんか来年はもっともっとみんなに知ってもらうために足を伸ばしていろんなところでライブしたいなと思ってるんで、まあ、今日会えたね人はぜひ今後ともワトウィンよろしくお願いします。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 帰りの新幹線乗りまーす。Go。帰りの新幹線。はいはいはい。帰りの新幹線。修学旅行みたい。拭いてからいただきましょう。はい、食べちゃってください。何ですかこれは。これは天敵でございます。まずね、からしもね、いっぱい入れましょうという香りが結構いい感じ。みんなで食べましょう。どうですか、天敵のお味は。味どんな感じ。ベリーグッド。ベリーグッド。甘め甘め。甘い。あ、じゃあちょっと大阪っぽ、関西っぽいのかな。じゃあまたね。551の肉まんですよ。これが僕ね、初めて食べるんですよ、551。オープン。これはなんというプルプル加減でしょう。皆さんちょんちょんもう触っちゃって、うわこれ美味しそうですね。ここからちょっともう溢れ出ちゃってますね。何か君が顔出したいと言っています。それではいざ実食。カポカポカポ。お疲れ様でした、龍太くん。お疲れ様でした。今から、はいはい、5513って読む。どこまで敬意払ってるんですか。5513のエビシューマイさんを食べたいと思います。エビシューマイです。エビシューマイさんです。おいしいさんですか。おいしいさん。おいしいさん。絶対おいしいさんですね。食べていきたいと思います。はい。どうですか。おいしいさんですか。あ、よかった。幸せさんです。幸せさんですか。うわ、いいな。なんでちなみに豚まんとかいろいろあったじゃないですか。なんでシューマイ選んだんですか。エビっていうところが。エビ好きだっけ。そんなエビ好き。エビのシューマイのエビが好きで、そこに目を引かれて。なるほど。食べちゃう。美味しい。
電車